アミルです。今もう夜中の4時過ぎです。今からキング牛丼を買いに行きます。ちょっとキング牛丼食べてみたいっていう興味本位もあるんですけど、どれくらい時間かかるかわかんないんですけど、ちょっと食べてみようかなみたいな。寝起きから頑張って食べてみようと思います。編集とかしてたらもうこんな時間になっちゃって、まあ、寝起き食べるんで、別に今から買って寝て起きですぐ食べようかなって思います。じゃあすき家に買いに行きます。ドライブスルー行けるんかな。行けるな。ドライブスルー行けるんか。牛丼のメガ盛りを2つお願いします。黒糖ゼリーほうじ茶ラテが美味しそう。サブス入りです。ありがとうございます。ありがとうございます。帰るぞ。はい、買ってまいりました。もうね、ちゃんとね、コップとかお箸とかスプーンとかも準備してるんですよ。朝起きてすぐ食べれるように。っていうかもう皆さん4時半です。今から私寝ます。キング牛丼が持ち帰りできないので、メガ2つ分でキング牛丼らしいので、メガ牛丼2つ買いました。これを今から寝て起きて食べます。なんて幸せなんでしょう。でもさっさと寝ましょうかね。早く寝てね、起きてね、食べましょうよ。ではおやすみなさい。いただきます。水ペットボトルのまま飲まない。いただきます。あー、ご飯出てこえ、肉しか出てこー、ご飯どこ。感情が伝わってくる、自分から。目覚めてもたら多分一気にお腹いっぱい来るから、目覚めるまで食べれるとこまで食べるわ。あー、やばい、お腹いっぱい、もう眠気もほぼ飛んだ。満腹です。私今食べますよ全部。ちょっとね、一旦寒いんです。私今とっても体冷えてる。もうしゃあなし、暖房つけたんですよ。意地で今の今まで暖房つけなかったんですけど、長くなることは予想されたので暖房つけたんですよ。ちょっと一瞬あのヒーター、温めていい、ヒーターでこの部屋を、これ一つにまとめたよな。なんかもう心理的にしんどいやん、この2個あるっていうのは。もうちょっと 寒くて動かれへんから、もうちょっとこれ食べて、んで合体させます、これ。あー、ヒーター、あったかい、寒い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 。ふんぬめちゃん、まだ寝れそう。やっぱこのままでも、この姿勢のままでも全然寝れるよ。はい、現在お昼の12時です。9時過ぎに起きて、そこから、ね、何があったんって感じだと思うんですけど、部屋を温めてる間に寝てました。もうなんかいっぱいやし、あったかくなってきて、もうここで、ほんまここで横になっとったら寝とったんよ。やばない、顔むくんだ。
この一瞬で食べてすぐ寝たからかな。器を取ってきました。これに入るかな、移したいなと思ってちょっと盛り付けをしていきます。絶対器ミスった。だってこれ電子レンジ使えるからさ、チンできるしな思って、これにさ乗らへんわこれ以上やばいってこれ。ちょっとやっぱ入らへんからこれさっさと食べます。こんくらいやったら今食べれる。皆さんキング牛丼完食しました。いやーもうお腹いっぱいや。ほらもう空です。でも時間経っても美味しいよ。すごいね牛丼って。この器、この器にだいたいメガ盛りの弁当一つと並盛り一杯までいかん、ミニもいかんかな、いかんと思うけどちょっとだけ入ってる。なんかメガ盛りとちょっとってぐらいこれ入ってます。なんで実質メガ盛り1個食べ終わったってこと、ほぼ。頑張れ YouTuber になるならばキング牛丼は食べなければいけなければって道だ。そうなのか。これディズニーのホテルにあった水、重くて持たれへん、こぼしそうで。15分くらい食べてるんですけど減った？でももうちょっとあったよな。でも永遠にお肉を食べてるから油がもうすごい。油苦手なんですよ私。焼肉とかもカルビとかロースとか油多くてほんまに全然食べれないんです、ちょっとしか。ってぐらい油が苦手なんで、こんだけ大量のお肉を食べてるとちょっと油が。21歳なんですけどね。ちょっとこれ片付けよっか、整理整頓。ほんまにあとメガ牛丼1個分ってぐらいな多分これ。今12時半ぐらいかな、12時42分やった。普通にお肉ばっか食べすぎて次ご飯がめっちゃ余ってきてない。でもご飯の方が食べやすいと思うよな、肉より。お肉は噛まないとあかんけど、ご飯はそんなに噛まんくてもいけるから。そもそも矯正始めて全然噛まんくなって思った。ご飯を削っていこうかな、ご飯を。減ったんちゃう、結構頑張ったんちゃう。一旦休憩します。はい、皆さん。今、3時です。さっきカメラ止めたんが12時半くらいやったかな。それから、携帯で編集せないとあかんから、とりあえずカメラを切って、で、編集しながらちょぼちょぼ食べてました。そのちょぼちょぼ食べた成果がこれだけ。あ、でも、なんか動画で見たら結構、へこんど。で、また寝てしまい、また1時間ぐらい寝てしまい、さっきびっくりして起きて、ちょっと皆さんね、不快かなと思ったんで、メイクをしました。はい。すっぴんだとね、ちょっと不快かなと思ったので、ちょっと髪の毛も寝癖がボン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 になってたんで、ちょっとストレートを軽くして、服も着替えました。でもこれはもういつものメイクよりかなり、コンパクトにしたメイクなんで、ちょっと手抜き。すごい適当です、今日のメイク。で、さっき、これも温めました。温めたんで、早く食べたいです。食べます。もう、味変タイムしようと思って、キムチと、生卵、持ってきました。チーズもちょっとあったんですけど、チーズお腹いっぱいになりそうやなと思ってやめました。キムチから食べようか。朝の9時に起きて、そっから食べて、今3時やろ。6時間経過しますね、現在。やば。美味しそう。今日こんなにたくさん牛丼食べてるのに、温かい牛丼を初めて食べます。うん、うん、温めた方が食べれるんやけど、最初から温めるんやった。うん、うん、待って、もうこの勢い食べれるかもしれん。今この勢いで一気にわーっていくわ。頑張って。
腹いっぱいって感じさせへんように今アメリが心がけとることは、とりあえず一口を大きめに食べる、一口を大きめに食べてあまり噛まない。皆さんは真似しないでください。それをしたら結構スイスイ食べれる。まあキムチがある部分とない部分とちょっと食べたんですけど、キムチあった方がめっちゃ食べれる。単純に美味しいんか、キムチある方が。美味しい。生卵もうこの勢いで食べちゃいます。うん、卵も美味しい。まあ、キムチの方が好きかな、アミルは。うん、うん、うん。6時間食べてきて、今一番いい顔しとんじゃん。あとちょっと、これ。ほんまにあとちょっとなんや。でもちょっと限界が来よう。頑張れファイティン。最後の一口です。いただきます。はい、完食しました。あー、まったー。ほら、じゃあ完食したって。今時間が3時半くらいなんで、朝の9時から3時半まで間に寝たりいっぱいしたんですけど、合計でいくと6時間半かかって食べれました。いや、ほんまに食べれたのすごいな、あの量。なんか映像でさ、メガ盛り見てもさ、割といけるんちゃうと思うけど、もういけません。全然いけません。ほんまに並盛りって波なんやな。あのトッピングの力すごかったくない？最後の追い上げ。前もう一回くらい休憩挟まないと食べられへんかなって思っとったんやけど、割とパンパン入ってたやんか。もう一回くらい出ないとあかんかなって思っとった。いや、このね、キング牛丼を皆さんいっぱい食べてるじゃないですか、 YouTuber の方とか。いや、マジですごい。ほんまに尊敬する。すごすぎるな。たくさん量あったんですけど、味は本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。昨日はね、すっぴんから始まり、夜中の4時から今日の3時までお付き合いくださいまして、皆様本当にありがとうございました。キング牛丼を食べたいっていうのは、YouTube を始めた時から実は思ってたことなんで、夢が叶ったと言えば叶いました。でもまあ、おそらく、キング牛丼2回目はないかなと思うので、この動画はすごく貴重な動画になりそうです。次食べるならメガ牛丼かな。メガ牛丼やったらあったかいうちになんかトッピングとかもいっぱい用意してしたら1回でもしかしたら食べれるかもってぐらいやった。メガ牛丼1個やったら。では無事にキング牛丼食べれたということで、この動画は終わりたいと思います。最後まで見てくださいましてありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。もう頑張ったんでチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。頑張ったねって思ったら高評価よろしくね。絶対して。バイバーイ。